千葉県海浜幕張ってこういうところなんですけどね、千葉市美浜区。車かっこいいなーって、かっこいいなってか、すげえなー。コースからね、ああやっぱり冬やなー、ああいろいろ踏んじゃいますよね。いや踏むよー、てか運転手さんいない？運転手さんいないのか。おお、なんかいろいろゴミが、ゴミですよね、交差点ですからね。ああそう、それはねすげえな。大丈夫かな、かなか大変だと思います。おお、いや、警察来ないのかな。まだ何にも誰も来てない感じ。海浜幕張ですけど、海浜幕張って言って皆さんわかるかな。千葉ロッテマリーンズとか有名っすよね。海浜幕張有名ですけど、おかっこいいなこれ。バンパーだけ、バンパーまだこれ板金で直るのかな。まだ治るような気がします。今日なんか卒業シーズンだから、お姉ちゃんたちはほらあれっすよ卒業シーズンっすよ。もうほらいろいろこうなんていうんだろう、飛び散っちゃって部品が結構散乱してるんで。おあ、バンパーあった、バンパーバンパーあったぞ。ナンバーがついてるかあれですけど、バンパーすげえ慣れない道なんでって感じかな。でもそれにしては結構すげえぞ。ナンバー映っちゃうんであれですけど、バンパーはある。こんな感じで使ってたんですよね。はあ、それはすごいよ。でなんかもう被害に遭った車かな、いろいろやっぱ散ってるんで。海浜幕張って東京駅から京王線で、京王線でピュ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 ッとこんくらいかな。結構あるんだよな。はい、結構ありますけど、総武線だとピュ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 、なんだここはっていつも思うんですけど、ピュピュって感じかな。そう、うん、まあそんな感じですわ。ここですね、海浜幕張。はい、もう道路はね、いつも休日は死んじゃうんですよ、渋滞で。苦しいね感じです。はい、そうだよな、蘇我で京王線と交わるんじゃなくて千葉にこうピュッて行けばなって思うんですけど、基本的に貨物線なんでそれはないです。はい、